私の旦那を殺してくださるなら、人の定めを決めるのは神や仏か。気まぐれにむごいことをしやがるから、神や仏が許したとしても。彦さん、私たちもいつかはこうなるんだろうね。私は何より嬉しいんです。先生の心を分けてもらえる気がして。人を殺せばいつかは殺されるんとなるだけだ。あんたほどの侍を仕掛け人なんかにして悪かった。